昔から自然を神とか仏に見立てたところなんで、ここに皆さんがね訪れてね、このいろんな、自然とか歴史文化に触れながらね、自分のね気持ちをねここでねもう一度ね原点に帰ってもらってね、それでまたよみがえって元気を取り戻して帰っていただく、それがまあこの熊野の魅力ではないですか。ここは日本の原風景のふるさとのところなので、ぜひ日本に来たらですね熊野に訪れていただいて巡礼をして、日本の原風景歴史文化に触れていただきたいと思いますので、お待ちしております。やっぱり田辺市っていう一つのそのいるだからつながりをもとにコミュニケーションを取れる、田辺市民としてやっぱこう最近どうとか結構そういうコミュニケーションをいろんな地域に暮らしている人たちと話したりする機会とかもあったりするんで、そういう意味ではなんかこうつかみどころがないんだけど、こう緩やかにお互いにこう気をかけ合いながら成長していけるというか仲良くしていけるみたいなこれですかね。熊野本宮はですね世界遺産になってますが、本当にこのローカルの魅力をふんだんに楽しめる、他にはなかなかない魅力的な場所です。なんでぜひお越しください。よろしくお願いします。田辺という町はですね、まあ、海もある、山もある、川もある、世界遺産もあるということで、まあ、見るとこいっぱいあります。で、美味しいもの、温泉、まあ、いろいろ、それに人ですね。人もその我々の町中に住んでこういう、事業をやってる人間も、熱い人間もいっぱいいますんで、ぜひ一度訪れてみて、肌に感じていただきたいです。本宮の人はすごく人がいいな。お客様が夜遅くなっても宿に来ない時があって、で今熊野古道に中にいて道に迷っちゃったんだけどっていう電話がかかってくる時がある。でそうするとおかみさんたちが迎えに車で出かけて、真っ暗のなんか懐中電灯を照らしながら探しに行くとかっていう話を聞いて、えっと思ったんですよ。そこまでやるのかと思って、みんなすごい優しいなと思いました。Bonjour tout le monde, je m'appelle Kikuko. Je tiens une auberge à Kawayu près du chemin de pèlerinage Kumano Kodo. Il y a une rivière transparente et des eaux thermales qui en jaillissent. Vous trouverez aussi beaucoup de sites et sanctuaires spirituels. Et vous pourrez faire aussi la randonnée. Vous serez les bienvenus chez nous.来たら絶対いいと思える場所、ぜひお越しください。